ロサンゼルスの豪邸で使われているメイドインジャパン。職人さんの手で一つ一つ丁寧に作られていました。あんまり手は抜けないんですよね。手抜くとこはないんだよね。単純なものだから。あ、単純なもの。それは単純な構造だからこそ細かい精度が求められる仕事。のみを使って手作業で削り出したのはまっすぐに伸びる突起ホゾ。するとなぜか出来上がったホゾを金槌で叩き始めました。こうして1ミリほど厚みを圧縮。これは一体厚みを少し薄くしたんですよ、はい、で、はめるでしょ。そうすると着殺ししたところって水に濡れると元の厚みに戻るんですよ。それでも水が止まるんです。水漏れ。そう、作っているものは水を一切通さない丈夫さと耐久性が必要なもの。叩いて圧縮した状態で押し込まれたホゾは水に浸かると膨張。こうしてしっかりと組み上がる木殺しという接合方法。緻密に組み上げられた水の入るもの、皆さんもうお分かりですね。作っていたのはヒノキの浴槽でした。ここからは3代目による仕上げの作業。よっ、まあ、来ちゃった。肌が悪いんだよな。そう、ヒノキの木の皮よ。ええ、これは腐らない。あ、腐らないんですか。ヒノキの中でも最も腐りにくいと言われる皮の繊維舞肌を隙間に埋め込みます。その隙間があるんだ。こうすることで長年使ってもお湯が漏れない耐久性が生まれるのです。見事なもんですね。いや見事じゃない。それは、はい、材料を知り尽くした職人さんの知恵と技が詰まった浴槽。最も腐りやすい底板の小口部分は防腐効果のある銅板で補強します。木を組み合わせるだけで水漏れしない精密な加工こそメイドインジャパンの証。日本の職人さんが作った浴槽がアメリカ西海岸の家で毎日使われています。サンティアゴさんは毎日シャワーだけでなくヒノキ風呂に浸かる時間を大切にしているそう。本当にリラックスできるし暖かいしいい香り。いつまでも入っていたいよ。節があるタイプのものを選んだ理由はこの節から天然のオイルが出てきて、それが熱いお湯と混ざった時にヒノキのいい香りが一層強くなるんだ。今や日本では需要が減り衰退の一途をたどるメイドインジャパンのヒノキ風呂。ところがその一方で海外では注目度が高まり、現在17カ国に出荷され世界中にヒノキ風呂愛好家の輪が広がっているといいます。イタリアのローマにもそんな家族が。世界遺産コロッセオの近くに暮らすルイージさんのもとに日本から待望のヒノキ風呂が届きました。こうやって届くんですね。
新婚旅行で日本に行った時の喜びが込み上げてきたね。あの時初めて入ったヒノキにまた入れるなんて、長年の夢が叶ったよ。よっぽど気に入ったんでしょうね。温泉ね。あら。È successo anche ad Acone. Ok. 我々日本人以上に海外の人々にとってヒノキ風呂に浸かることは特別なことのよう。気持ちいいかい？ヒノキの香りを楽しみながらお湯に浸かる、日本人が忘れつつあるヒノキ風呂の素晴らしさを世界の人々が気づき始めています。日本人より大事に使って入ってくれるね。映像ご覧いただきました。憧れ持ってくる人がいるんです ね。それ海外だとね、やっぱり嬉しいですよね、入ってもらえるとね。まあ張り合いがあるわね、仕事しててね、これから仕事がどうなってたらいいなって思いますか？今ぐらいがちょうどいい。そうですか、そうですか。今ぐらいがちょうどいいです。はい、クイズの正解はヒノキの浴槽、ヒノキ風呂でございました。東さんお見事でした。よっしゃ、ほらね、ほらね、原さんも残念でしたね。そうよ、裏がダメよ、近くまで行ったんですけど ね、 ね、乗らない方がいい方に乗っちゃいましたね。おそらくちいさんも病棟で不正解だったと思います。世界で見つけたメイディ